はい、生活の党の玉木デニーでございます。沖縄はこれからアジアに向けてどんどん発展していく地域であるということは、これはもう地政的にもご承知のことだと思います。ですからこれからはこういう振興計画が基地問題と絶対にリンクしないということをぜひ明言していただきたいと思いますが、いかがでしょう。安倍内閣総理大臣、今まで、特措法という形でですね、沖縄の社会的地理的、歴史的な事情を考慮しながら、支援をしてきたところでございますが、それはそれとして、今後もですね、この特措法を通じて支援をしていくわけでありますが、他方ですね、私は前々から申し上げておりますが、まさに沖縄はアジアの中心であります。ここから、上海や、フィリピン、それぞれですね、極めて近い距離にあるわけでございまして、その中におきましてはアジアゲートウェイとしての役割が期待されるわけでありまして、ですからこの第二滑走路ということもですね、これは別に沖縄にの米軍基地とは関わりなくですね、この沖縄の可能性を生かしていくことは、日本にとってはもちろんプラスになるわけであります。そしてまたそういう観点から科学技術大学院大学も設置をしているわけで、ありました。ややもするとですね、沖縄の、来年度予算も、内定はしていますので、これはまた別に本予算で議論させていただきたいと思いますが、この予算が満額で獲得したとか、あるいはスムーズにいったということはですね、これはやっぱりどこかで普天間とリンクしてるのではないかという思いがずっとあるもんですから、それはないと今総理がおっしゃったことを県民はしっかり信じて、それを私たちもですね、進行は進行、しかし基地の問題はまたこれは安全保障の問題、日本全体で本来なら見なければいけないという安全保障の問題のことをしっかり私たちは政府に対して、追及をしていきたいというふうに思います。さあ、沖縄は歴史の中で祈りを捧げてきた、その歴史が生活に今でも根強く残っています。10日は実は中国の国慶節でありましたけれども、沖縄は旧正月でした。太陽太陰暦の旧正月で、例えば糸満市ですとか、特に漁村や農村では今でもその旧暦の正月を大切にしています。そして毎月の旧暦の1日と15日にはですね、お仏壇や、火の神様に、その家族の健康を捧げたり、あるいはご先祖様に、元気でやってますよというお茶を捧げたりします。その敬虔な気持ちは実はこの久高島をはじめとして沖縄県内各地に今でもしっかりと根付いているというところから、これからも足しげく沖縄に通っていただきたいと思います。今度私が一般の、官僚の方々が案内しない、ちゃんと県民の皆さんと膝を交える会合にもぜひ参加をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いいですね。はい、泡盛も組み交わしていただきたいと思います。さて、一括交付金について少しお話を伺いたいと思います。新藤大臣、一括交付金はですね、24年度から沖縄で、実施をされ、県の担当の方に聞きますと、ほぼ、最初は戸惑いはあったもののいい形で進んできているという、その手応えを感じているようであります。しかしまだいわゆるこの、交付要項などで縛りがかかっているので、私はそれを交付要項をもっと縛りを解いていくことによって本当の地方分権地域主権になるのではないかなと思うんですが、そのことについて大臣からの見解をお伺いしたいと思います。新藤総務大臣。沖縄県のですね、沖縄に対する振興交付金、これは沖縄からのご要望を最大限に尊重して、ハードに加えてソフト事業、こういったものも対象とした独自制度にもなっております。そして沖縄の振興という目的でもちろん設置されたものでありまして、ご指摘の点を踏まえてですね、より改善点があればそれは研究してまいりたいと、このように思います。玉木デニー君。はい、ありがとうございます。やはり使いやすいこの交付金を作り、地方が自分たちでしっかりこの計画と予算を立てる、この地方分権の流れは私は絶対に止めてはいけないと思うんですね。しかし、いわゆる戦略交付金は、廃止をして、また考え直すと、それは使い勝手が悪いからもう一回立て直してみようじゃないかというふうなことも考えのようですが、ぜひ沖縄のケースはパイロットケースとして、これからも全国にあまりく広がっていくような、そういう制度として、沖縄も、しっかり頑張りますので、ぜひご支援をいただきたいなというふうに思います。その件に関して山本大臣からもお願いします。山本沖縄担当大臣。先生ご存知の通り、先ほどちょっと予算の話がありましたけども、24年度の補正予算は373億円、で25年度の当初予算はですね、総額で3001億円で、特に先生の今おっしゃった沖縄振興の交付金については、ソフトが803億円、これは現状維持で、ハードは810億円、これ39億円増えてるんですけども、沖縄県側の最大限ご要望に応える形で、計上させていただきました。で
今先生おっしゃったようにこれも初めての試みなんですけども、昨年の改正沖縄振興法でできた制度なんですが、私はこのソフトとハードの仕組みはですね、非常に沖縄振興には意味があるというふうに思ってます。さっき要項の話が出ましたが、もちろんその交付金ですからきちっと条件があるんですが、これは沖縄県市町村のその実勢を最大限に尊重する形で、私たちの内閣府の事務局もですね、いろんな意味で議論をして前向きにいろんな提案をしながら進めてきたということですが、非常にその特にソフトの交付金は人が広いと思うんですね。でこれも先生には釈迦に説法なんですけども、例えば産業振興のための施設整備にも使える、那覇港 のガントリークレーンとかですね、あるいは中城湾 の賃貸、工場とかいうのも作りましたし、あるいは子育て支援もあるし、離島振興もあるし、人材育成もあるということで、私はこれは非常にいい仕組みだと思ってます。ただ1年目ですから、今までのプロジェクト、昨日も実は先生から質問いただけるということで相当詳細に読んできたんですけど、一つ一つをよく見て、もうちょっと効率的にできるものはまた進化をさせていけばいいと思いますが、沖縄県側と相談しながら、あくまでも沖縄県側、市町村側 その自主的な判断に従って進化をさせていきたいと、そう考えております。玉城デニー君、まさにそういうその沖縄でできることを全国に広げていく、そういうことをぜひ、しっかり捉えていただきたいなというふうに思います。さて、私は民主党に在籍をしていた時から、この振興計画については絶対に政争の具にしない、与野党一緒にやると、例えば子育てにしても介護にしても本当に人が生きるものに関しては一緒にやっていきましょうということを訴えてまいりました。さて、今日は委員のお手元に建白書の資料を、配布をさせていただいていると思います。この建白書、実は、先だって1月の28日に沖縄県の、41市町村長、41議会および、県知事、それからお手元にあります通り沖縄県、県議会市長会会長、商工連合会会長、連合沖縄労働組合ですね、そして県婦人連合会会長をはじめ多くの皆さんの署名をしっかりと揃えて、それにこの建白書をお渡しをいたしました。こういうふうにですね、一都道府県で全ての市町村の、市町村長そして議会の、決議を持ってこの建白書を政府に届けるという大きな意味をぜひ総理には受け取っていただきたい、そのことを伺いたいんですが、この建白書、全文ではなく一部ご紹介をさせていただきたいと思います。復帰40年目の沖縄で、米軍は未だ占領地でもあるかのごとく傍若無人に振る舞っている。国民主権国家日本の在り方が問われている。安倍晋三内閣総理大臣殿、沖縄の実情を今一度見つめていただきたい。沖縄県民総意の米軍基地からの負担軽減を実行していただきたい。ということで、以下オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会、沖縄県議会、沖縄県市町村関係4団体、市町村、市町村議会の連名において建白書を提出します。一つ、オスプレイの配備を直ちに撤回すること、および今年7月までに配備されるとしている12機の配備を中止すること、また嘉手納基地への特殊作戦用垂直離着陸輸送機 CV-22 オスプレイの配備計画を直ちに撤回すること、2つ、米軍普天間基地を閉鎖撤去し県内移設を断念することということでございます。実はこの建白書はですね、復帰措置に関する建議書という昭和46年に沖縄国会と言われております、その国会で議論されていた時に渡せなかった建議書が、実は幻の建議書があるんです。その建議書は何かと言いますと、本土復帰に際して沖縄県の声を、日本政府と、返還協定批准国会、沖縄国会に手渡すために作成された建議書で、5万5000字132ページにわたって作られておりました。しかし11月17日にですね、それが実は手渡せなかったのは、自民党の強行採決によって委員会で議決され採決され、そして結果的にはもう県議書を手渡す前に、全て、もう水の泡となってしまったという幻の県議書でございます。その県議書は沖縄の公文書館のアーカイブでどなたでも見ることができますので、ぜひご覧をいただきたいと思いますが、この一文も私は少し紹介をさせていただきたいと思います。当時の後の主席になります、後の県知事になるんですが、当時は主席と言っておりました屋良長兵主席はこのように言っております。軍事占領支配からの脱却、憲法で保障される日本国民としての諸権利の回復、そして沖縄県民としての自主主体性の確立、これらが私たち県民にとって全面復帰の持っている内容です。もっと簡単明瞭に言いますと、人間性の回復を
願望しているのです。極めて当然な願望であり要求なんですという建議書だったんですね。しかしそれが渡せなかった、核抜き本土並みということを謳って、おそらく核の疑惑があった岩国をはじめとする沖縄県の米軍基地も全てそれが復帰とともに全部撤去されるだろうというふうなこともあったにもかかわらず、ついどその建議書を渡されず、この建白書の中でオスプレイの配備反対と普天間の県外移設という本当にシンプルなんですが、全市町村長、全議会議長の連名をもって総理のもとへと上がってこられたわけです。この思いをぜひ総理から伺いたいと思います。安倍内閣総理大臣。先般建白書についてはですね、私自身が受け取らさせていただきまして、大変厳しい行為があるということも私も認識をした、わけでございまして、今後ですね、今、お話のあった、普天間の移設を含む、米軍再編についてはですね、これは日米合意にのっとって、米軍の抑止力を維持しながら沖縄の負担ができる限り、縮小するように進めていきたいと、こう思っているわけであります。いずれにせよ、沖縄に、多くの米軍基地が、集中をしているというこの状況をですね、なんとかしていかなければならないというこの思いについては同じではないかと、このように思います。玉城デニー君。国土の 0.6% に 74% の米軍の、専用施設が集中しているということはもう総理ご承知だと思います。しかし他方、じゃあこの海兵隊の基地を新たに沖縄に作らないと抑止力が保てないのかということに関しては、これは様々議論があるところです。前の防衛大臣森本さんは防衛大臣を離任される前に、必ずしも沖縄に置く必要はないけれども政治的には敵地であるということをおっしゃっています。またそれ以前には西日本のどこかにあればいいんだというふうな類の発言もなさっているわけですね。つまり沖縄に新しい基地を作ってほしくないという県民の思いと、そして現実的に沖縄になくても抑止力は欠けないという、そういうことがあるにもかかわらず、必ずしも沖縄だ沖縄だということを言って言い続けているのは実は日本側であるということを私は確信しているわけですね。どうやって確信しているかというと、実は私も昨年の2月にアメリカに訪米をさせていただきました。そしてダニエル井上上院議員、ジムウェブ上院議員をはじめ、クリストファー・ジョンソン国防省東アジア部長、カリン・ラング国防省日本副部長、ケント・カルダー東アジア研究センター所長、マイク・モチズキジョージ・ワシントン大学教授など21名の上院、下院、政府関係、それからシンクタンクの方々と、意見交換をさせていただきました。そこにいわゆるキャンプショアブを抱える名護市の稲峰市長も一緒に行って、名護市のこのキャンプシュワーブの場所がどんな素晴らしい場所であるか、こんなところにアメリカだったら基地が作れるのかということも含めて非公式ですが意見交換をさせていただきました。ですから私が今述べますことは非公式ですけれども、向こうから聞いた話だということで総理にご報告をしたいと思います。韓国、日本、フィリピン、ベトナムからもアメリカのプレゼンスが必要と言われている。確かに沖縄には長く駐留しすぎているかもしれない。また日米の同盟関係は東アジアの維持のために非常に重要である。しかし沖縄の全体の負担はもう少し和らげていかねばならないと思う。また運用関係、作戦関係部隊のローテーションをグアムへ移す、これはアメリカの軍が太平洋でやらなければならないことに非常にうまく合っていると思う。また私たちは民主主義国家である。人々が享受できる自由を守るのも二国間の総合的な利益である。またここが一番重要だと思います。2006年の日米両政府の合意は重要である。しかしながらそれ以降の戦略的要素は中国の軍事能力と活動の増加、北朝鮮の不確定要因が高まってきている、さらに南シナ海の問題など大きな変化があることなどから、日米政府が戦略的視点での再編を見直すことが必要になってきている。それによっては海兵隊は沖縄にそれほど必要ではなく、抑止力についても新たな飛行場を作らなくても十分に保つことができるという可能性は非常にあると思う。こういう意見がアメリカにはあるんですね。最後に一つ紹介します。日米は同盟国であり敵国同士ではない。米国の基地が沖縄にあまりにも集中しすぎていて、それを何とか日本やアジアの他の地域に移していかねばならないということは理にかなっている。同盟関係を現在のような不平等のもとに築くことには賛成できない。辺野古がダメならどこか他を探さねばならない。そのための努力がいろいろ行われている。米国内でも普天間を閉鎖しなければならないことを理解している人たちはたくさんいると思う。私は訪米して直接会ってこの話を聞かせていただきました。もちろん沖縄県内には辺野古推進の方々もいらっしゃるかもしれません。しかし今必要なのは17年間動かない普天間を辺野古に辺野古にと言っても絶対に動かないという現実を見ることです。浦添市民はリニューアルさせるために新しいプランを立てたいという本当に精神な方を市長に
に選びました。これが今の県民の思いなんです。ですからこの憲白書に込められている全ての市町村長議会の思いというものはもうもはや後に戻らない。そのことは自民党沖縄県連の会長、それから、公明党の沖縄県本部の会長、委員長とおっしゃるんでしょうか、このお二方も明確に言っておられます。ということは自民党沖縄県連公明党県本も県民と同じ立場で県外を主張するということを言ってるわけですね。これがあの県議賞を渡せなかった思いがそのまま残っている、しかし、アメリカ側が今おっしゃったような考え方で統一された政府の見解であればですね、それは、様々な交渉をしていく上においてもですね、あまり問題というか課題はほとんどないんだろうと思うんですが、残念ながらそうではないんですね。こういう、基地の問題についてもそうなんですが、これは、相手があることですから、ですから、民主党の、公約において、最低でも県外、これは国内で決めて完結できる問題では残念ながらないわけである。これ交渉の中でですね、交渉の中で我々は、どう結果を出していくかということについて、様々なことを考えた中において、最終的には、辺野古ということが決まって進めてきたわけであります。しかしこの3年数ヶ月の間にですね、信頼関係が損なわれた中においてですね、そう簡単にそれがすぐに元に戻るとは私も思って、おりませんが、そういう意味におきまして、簡単に今ここで、だからこうだということにはならないわけでありまして、ただ、普天間飛行場をですね、固定化させてはならないということと、一日も早く、普天間をどこかに移設させるということについては、これはおそらく、玉木議員と同じ考えであろうと、こう思うわけでございまして、問題は、その後ですね、どうこの抑止力を、維持をしながら、この、普天間の代替基地を定めていくかということであろうと、このように思います。先の、12月の衆議院選挙では、4人の、民主党の議員の方々も当選され、その議員の方々は県内移設には反対です。そのことはしっかりとやはり自民党、失礼いたしました、自民党のですね、皆さんは反対です。ぜひそれはしっかりその声を聞いて、党内でも国防部会でかなりいろいろご意見があったと思いますが、安全保障は沖縄だけが担う問題ではないんですね。しかも私たちが言っている、沖縄県民側が言っている県外国外というのは、県外に移すということになった場合、国民皆さんでぜひその安全保障について考えていただきたい。いつまで沖縄なんですかということを考えていただきたい。そうすればそこからプランは出てくるでしょうということだと思います。しかし政治的に沖縄に置いておこうというのは、どこかに移そうとしたら反対運動が起きるから無理なんだというんですけども、沖縄もすでにもう目覚めた、後には戻らない。これは尾長那覇市長の言葉です。尾長那覇市長はかつて自民党県連の幹事長もなさいました。そしてその、支援してくださっている方々は自民党や公明党の議員の方々が大勢を占めていらっしゃいます。しかしもはやもうその捕獲の関係はないんですね。県民はもうその思いでしっかり、政府は新しいプラン、アプローチをアメリカに申し入れなくてはこの問題は絶対に解決しないというふうに考えています。安倍総理は、来週ですか、アメリカに訪米なさって、オバマ大統領といろいろとその意見交換をなさるかもしれません。しかしその時にですね、じゃあ沖縄の現状はどうなんですかというふうなことを、オバマさんは聞かないかもしれないんですが、オバマさんに実はこうなんですと、ですから私たちはもうそれが決まってから17年経っても動かないのであれば、新しいアプローチを考える必要がありますね。それがこれからのグローバルなその世界を見た、よく総理がおっしゃる、俯瞰的にマクロに見た、その地球全体を見た、アジア全体を見た方向性に可能のではないんですかということになると思うんですが、そのことについてしっかりと、オバマ大統領ともきちんと沖縄の現状を伝えていただきたい、そういうふうに思いますが、いかがでしょう。安倍内閣総理大臣、大統領の首脳会談においてはですね、経済、政治安全保障について話をするわけで、ありますが、当然、この首脳会談においてですね、我が国は我が国の国益を守るため、日米の関係を強化をしていく、そういう首脳会談にしていきたいと考えております。国を支えているのは主権者たる国民です。沖縄県民も国民であるというふうに思いますが、いかがですか。総理大臣、それはもちろんそうであります。ですから私たちはその主権者の声をしっかりと聞き届けて、国会でそれを議論するというふうなことを大切にして、ではどういう解決策を私たちは探らなければいけないか、相手があることだからこそきちんとそれを議論をする。それは、御党においても、私たちも国会の中においても、そして各地域においても、ぜひ全国から
代議士として送られていただいている議員の皆さんにもお願いをしたいということがあります。さて、もう時間もほとんどないんですが、防衛大臣、苦戦だってその県議賞を携えた、代表団の方々に、自民党は辺野古移設が方針であるというふうなことをおっしゃったらしいんですが、そのことについて大変、落胆といいますか、これは自民党の問題ではないのではないでしょうか。要するに国民、国全体の問題であり、ひいてはその安全保障というものに、政党の考え方ということは関係ないのではないかという不安があるんですね。そこは私は助け舟として自民党という発言ではないというふうに思うんですけれども、国民としてこの沖縄県民の意見としてその意見に防衛大臣としてどのように答えていただけますか。小野寺防衛大臣。やはり地政的な地政学的なことを考えて抑止力の維持ということ、これをご説明させていただき、そしてなおオスプレイの問題も含めて沖縄の皆様のさまざまなやはり強い懸念、このことについては真摯に受け止めさせていただき、防衛省としてできる、例えば318件、今回さまざまオスプレイの共同日米合同委員会の違反事項ではないかというようなご指摘がございました。それについては一つ一つしっかりと精査するように私の方で対応させていただくように指示を出させていただきましたし、これからもさまざまなご懸念については一つ一つ払拭をさせていただきたい、そのように思っております。玉城デニー君。はい、ぜひその、合同委員会での違反事項も、もう目視をしているだけでいっぱいあるわけですから、見ている人たちがいっぱいいるということは、この県民は常に不安が頭の上を飛んでいるということをですね、現実にぜひ受け止めていただきたいと思います。小野寺防衛大臣。私も防衛大臣になる前、沖縄北方担当の衆議院の委員長をさせていただきました。その時現地に入りまして、民家に泊まって、夕方、どうもオスプレイらしい音を聞き、住民の方がどのような不安なことを感じているか、それを自分でも体験をしてまいりました。さまざまこれからも、こういう声を聞かせていただきまして、少しでも負担軽減努力をしていきたいと思います。玉城デニー君。はい、最後に日本語といいますか、きちんとレトリックをはっきりさせておきたいんですが、普天間の固定化は避けなければならない、しかし沖縄の負担は軽減する、この2つがひっくり返ってはいけないと思うんですね。まずその負担軽減をするところから普天間の移設という話が起こりました。しかしその移設先を同じ沖縄に移すのであれば負担のスライドでしかないというのが県民の意見であり、この41市町村長の意見なんですね。ですから県内に新しい基地を作らないこと、これこそが負担軽減なんだということなんですね。ですからそのことを総理間違えない方がいいと思います。負担軽減は沖縄の人がいるところに、もうこの基地は危ないから人がいないところに移すということが負担軽減ではないんです。実質的な負担軽減はその基地を別に移す、つまり県外に移す、暫定で国外に行くか、あるいはアメリカに移すか、アメリカがこれから展開しようとしているオーストラリアに移すから、それはこれからのアメリカの協議に任せばいいことなんですが、日本国の判断としてはもう沖縄県内に新しい基地は作らないこと、これが本当の負担軽減だというふうに思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。この米軍再編はですね、米軍再編はいわば沖縄の負担軽減と、そして米軍の抑止力の維持を、これが柱でございます。そして米軍再編は普天間の移設だけではありません。さまざまな施設をですね、ぐっと動かしていくわけですよ。例えば岩国、先ほど、議論になりました岩国の基地には普天間から12機空中給油機が来るんですよ。これは負担の軽減ですよね、どう考えても。そして、59機例えば厚木からこれは、空母艦載機が来るんですが、これは大きな全体的な日本の中全体のですね、全体のこれは、再編の中で、例えば岩国の市民はそう考えているんですね。厚木の負担の軽減ということではなくて、沖縄の負担の軽減になることなるという目的に資するという考え方において、これを受け入れているんですね。ですから、ここだけではなくて、ですから、さらに、過大な避難のですね、用地の返還を一日も早く進めていくということも含めて、全体として、軽減は進めていきたいと、このように考えております。玉城デニー君。はい、ありがとうございました。これからもまたしっかりと議論していきたいと思います。ありがとうございました。これにて、玉城君の質疑は終了いたしました。